はいこんにちは今日はアミノ酸の反応ということで見ていきましょうまずはこちらをご覧ください皆さんもうアミノ酸の構造式すぐ書けますよね即差が R になっていますねアミノ酸といえば一番の特徴はこいつらですよねアミノキとカルボキシキ両方持っちゃってるんですよさあこんなに欲張りなアミノ酸ですから絶対何かしら反応を起こしますよね 今日はアミノ酸がどんな反応を起こすかいっぱい見ていきますしっかりとついてきてくださいさあニンヒドリン反応ということで見ていきましょうこちらですここには今アミノ酸がありますよねまず一番簡単なアミノ酸の反応の例を紹介しましょうこういうことをします ニンヒドリンというものが含まれた水溶液これを入れまして加熱しますするとここなんですアミノ酸のこちらアミノ基に反応してなんとこんな定色反応が起こります見てください紫色になってますよねさあこちらの反応名がこれなんですニンヒドリン反応と言いますアミノ酸にニンヒドリン水溶液を加えて温めると紫色に定色するという反応なんですね 実はこの反応はアミノキの検出反応に使われていますですからアミノキ NH2 があったらニンヒドリン反応が起こるこういうふうに覚えてほしいんですねさあここでちょっとした覚え方ですニンヒドリンですよねニヒニヒしてますよねおっと見てくださいニヒニヒしてますよねこのイメージでしっかりとニンヒドリン反応を紫色ということで覚えてあげてください さあアミノ酸のエステル化アセチル化ということでやっていきましょうこちらですまたもやアミノ酸が登場しました今日はちょっとこういうふうに書き直しますよこちらさあ見てくださいアミノキ NHH そしてカルボキシ基 COOH になってますねそう観音期ごとの反応はまだ見たことなかったですよね今からそれをやっていきますまずはこんないたずらをします アセチル化ですさあ皆さんアセチル化といえばもちろん無水酢酸との反応でしたよねしっかりと覚えてくださいではちょっと無水酢酸とどんなふうに反応するか見ていきましょうさあここには今無水酢酸が登場しました この無水酢酸とアミノ酸のアミノ基こいつが縮合します。縮合すると酢酸が抜けまして、アセチル基見てください。シエツリー CO ですね。こいつが導入されて、こんなものが出来上がります。こちら。見てください。シエツリー CO のアセチル基が導入されて、ここには、 アミド結合ができましたねこんなものはできますさあここでちょっと注目すべきがアミノ酸ってアミノ基、カルボキシ式キ両方持っていて塩基でもあり酸でもあるっていう状態だったんですけどアセチル化されてしまったことにより アミノキを失いましたでもカルボキシギは残ってるつまり塩基としての性質は失ったでも酸としての性質はまだ残っていると分かりますよね構造から分かるわけですではもう一つこんなイタずラもしてみましょうこちら今度はエステル化します何をするかってよく見てくださいよアルコールですさあアルコールと カルボン酸といえば、公式のように覚えて欲しかったエステル化がありましたよね。エステル化によって。このように脱水縮合が起こるイメージでした。さあ、こちら起こりますと、こうなりますね。見てください。ここですよ。 これはエステル結合ですよねこんなものができてエステル完成しますさあここでまた注目すべきはカルボーキシキを失いましたでもアミノ基は残っているつまり酸としての性質は失ったが塩基としての性質はまだ残っていますね こんな現象が起こるんですねまとめておきましょうこちらアミノ酸の反応としてとても重要です感の気ごとの反応としてしっかりと覚えてほしいんですちなみにどんな性質が残っているかというのはちゃんと構造式を見れば明らかですよねですからこれ全て書けるようになってくれたらベストですしっかりと何が起こったか構造から理解できるようにしていきましょう さあ練習やっていきましょうこちらですグリシンにメタノールを作用させてエステル化したこの時発生するエステルの構造式をグリシンの構造式に習って書けということですねさあこいつにメタノールを作用させるんですここで質問どっちが反応するか分かってますよねアルコールが来るんですよですからカルボン酸とエステル結合を作りますよねということで 例えばこうやってメタノールがやってきてこうやって脱水・縮合するイメージでしたさあ出来上がる物質このグリシンの構造式に習って書くとこのようになりますこうなりますね よろしいでしょうかここにエステル結合が出来上がってますねこれ全然難しくないですよね今まで習った有機化学その反応さえ分かっていればすぐにかけますですから今まで習った有機化学の反応しっかりと復習してこのアミノ酸もモノにしていきましょうさあ本日のまとめです今日は アミノ酸の反応について学びましたね例えば無水酢酸によるアセチル化これでアミノ基を失いますそしてアルコールによるエステル化これでカルボキシキを失いますねいろんなことをやりましたでもちゃんと今まで学んだ有機化学の反応が分かっていればこれ覚えることは大変少ないですしっかりと復習をしておきましょうでは今日はお疲れ様でした